韓国次期大統領候補がノースコリアと通じている裏切り者だったようです。韓国の反日政党代表の黒い噂で韓国国内が揺れています。その人物には現在休戦中であるノースコリアになんと巨額の不正送金を行っていた疑いがかかっているようです。しかもその人物は韓国の共に民主党トップでかなりの有名人。このチャンネルをご視聴のあなたはきっとご存知かと思います。で、これが事実であれば国会の背任行為にあたることは間違いなく国連決議にも違反しています。そして野党代表は世論からの批判をそらすために反日活動を再び活発化させているようです。つまり不都合な噂や事実を覆い隠すために韓国の野党代表は日本を利用しているんです。しかしそんな見え見えの愚策が通じるはずもなく、というわけで今回はノースコリアへの不正送金に揺れる韓国について詳しく見ていきましょう。では行ってみましょう。韓国の政治は与党の国民の力、野党の共に民主党が二大巨頭になっています。ちなみにユン大統領は国民の力に所属していて、ムン前大統領は共に民主党に所属していました。両党はその政策や思想、立場が対立することが多いことでも知られています。そして現在の共に民主党のトップはイ・ジェミョン氏という男で、彼はユン氏に2022年の韓国大統領選で負けた人です。最近は断食ごっこをしていることで話題になりましたよね。そんな彼ですが、最近お隣の韓国で大きなスキャンダルがあったと報じられています。なんとノースコリアへの不正送金に関係があったという疑いで韓国検察から逮捕状を請求されました。繰り返しますが、彼は2022年の大統領選で負けた人です。もしかしたら現在の韓国大統領になっていたかもしれません。そんな大物が関わっているとされたノースコリアへの不正送金疑惑は非常にショッキングなニュースとして隣国で報道されました。しかしその後韓国の裁判所は検察からの逮捕状の請求を棄却。何か裏の力が働いているのかもしれません。というのもイ氏は元よりキョンキョドという地方の知事で実績を積み、ムン前大統領の後継ぎとして注目されていました。ところがその知事時代にいろいろな不正を行っていたとして検察から捜査を受けています。今回の件で検察は最高で無期懲役の判決が妥当だと考えていると主張しています。そのため今回は逮捕はされませんでしたが、近いうちに検察が起訴をするのはほぼほぼ間違いないそうです。きっと証拠が揃っているんですね。では検察から無期懲役が妥当と言われるほどの罪とは、彼は何をしでかしたのでしょうか。イ・ジェミョン氏がやらかしたとされる罪の大きなものは2つです。1つ目は知事を務めていた2019年から2020年ノースコリアを訪問した韓国の下着メーカーの元会長に約12億円相当のドルを渡し、同国に不正送金をさせたことです。これが国家に対する背任行為や外国為替取引法違反にあたると非難されています。2つ目は市がソンナム市の市長を務めていた際の市の不動産開発事業における賄賂疑惑です。検察はイ・ジェミョン氏の意図を組んだ公的企業がとある民間業者を融通した、そして約400億円という巨額な利益を不正に得させた、それが結果的に市に損害を与えた恐れがあると伝えています。しかも400億円の案件を受けた民間企業はその見返りも用意していたとのことで、市の側近たちに対して約43億円を支払う約束をしていたり、大統領選の前の年に選挙資金の支援をしていたという疑惑まであります。選挙はお金がないと勝てませんから、民間の不動産会社を ATM として使ったんでしょう。これらの件以外でもイ・ジェミョン氏の周りには黒い噂が数多くあり、疑惑のデパートと韓国では揶揄されています。最近話題の某宗男さんみたいですね。そんなに疑惑があるなら週刊文春に突撃してもらい、
事件の全貌を明らかにしてもらいたいものです。そもそも、これほど評判の悪い人物が大統領選に負けた後も最大野党のトップをしているというのも悲惨な話ですよね。韓国政界の深刻な人材不足がうかがえます。このような疑惑が大々的に報じられている中、イ・ジェミョン氏は前代未聞のハンガーストライキなるものを実施します。市が今回行ったハンガーストライキについて本人の言い分では、日本の処理水放出に反対する意味を込めて実施したものだそうです。しかし実際には世間からのバッシングを日本に向けたいという魂胆が見え見えであり、逮捕を免れたい一心で行った行動のようでした。日本にとってみれば旗迷惑な話ですよね。そもそも共に民主党は積極的な反日活動を行い、有権者の支持を集めていった政党です。事実、この政党に所属していたムン前大統領は幾度となく反日キャンペーンを行い、求心力を高めていました。こうした経緯から日本をこれ見よがしに批判すれば国民から支持が集まるし、逮捕もされないと考えていたのです。ちなみに韓国でハンガーストライキはよく行われる、いわゆる常套手段です。少し前のことになりますが、1983年5月にも同様の出来事がありました。当時野党のトップであったキム・ヨンサム氏、当時の政権へ自分たちの要求を通すことを目的にして23日間のハンガーストライキを行いました。他にも1977年にはキム・デジュン大統領が6日間のハンガーストライキを行っています。どうしてこんなに彼らが抗議活動を行うかというと、世間からの注目を集めるためです。ハンガーストライキを実施するとヒゲも生え散らかした上にどんどん痩せていき、外見がみすぼらしくなります。その姿から世論の同情を集めることができ、彼らを支持する人を増やすことができるという仕組みです。こうして冷静に考えれば浅はかな政治戦略だということがわかるでしょう。ですが、どういうわけか韓国国内ではこの浅はかな仕組みに騙される人が多いみたいです。ハンガーストライキは絶食か水飲みしか口にしません。ただそれだけだと人間の構造上もって数日です。数日で終わってしまうと、それだけマスコミが取り上げる期間が短くなってしまい、世論誘導の効果が薄くなってしまいます。そのため今回の日本の処理水に反対する意味でイ・ジェミョン氏が行ったハンガーストライキでは、水だけでなく塩を摂取し、携帯していた水筒からも水ではない何かを摂取していました。そして昼間は表に立つのですが、夜になるとどこかへ消えてしまいます。本当のハンガーストライキは透明性を保つためにも24時間同じ場所にいることが普通なんですが、また表に立つ昼間も通常のこのような抗議活動は一箇所に居続けるものですが、医師はムン前大統領に会いに行くなど自由に生活をしていました。本当にハンガーストライキをしていたのか疑問ですよね。このような中途半端なハンガーストライキを続けた結果、彼は19日目に病院へと搬送されることになりました。ちなみにこちらがこの時の様子です。めちゃくちゃ顔色良くて笑った。実は毎日牛丼食べてましたって言われても信じられるレベルの顔色ですし、特段痩せ細ってもいませんよね。ネットでもヒゲがないと断食前なのか後なのか判別できないレベルなんてコメントで溢れかえっていました。そもそもこのような抗議活動を19日継続させるなんてことは土台無理な話ですが、病院へ行った後も彼は点滴を打ちながら今後も活動を続けていくと叫びました。そして最終的に24日目にハンガーストライキの終了を宣言します。これは韓国の国会で医師の逮捕に同意することが可決されてしまい、ハンガーストライキをする意味がもはやなくなってしまったからだとされています。最初のお題目であった日本の汚染水放出への反対キャンペーンは最終的にほとんど形骸化して終わってしまいました。かわいそうですね。その後裁判所は検察の逮捕状請求を棄却したことから今回は検挙されませんでした。ですが彼の逮捕は時間の問題であり避けられないと言われています。日本国民としても
早急な逮捕を願いたいですね。検察も野党の代表の逮捕状を請求しているわけですから、確固たる証拠が揃っているはずです。では、このノースコリアへの不正送金問題というのは、そもそもどれだけ重い罪なのでしょうか。実は、国連の規則にも違反する重大な罪のようですよ。イ・ジェミョン氏が行ったと噂されるノースコリアへの巨額の不正送金は、韓国国民にとってショッキングなニュースでした。というのも、不正送金が行われた時期は、ノースコリアが韓国に対し強硬な態度をとっていた時期と一致していたからです。国民からしてみれば、この行為自体が国家と国民に対する裏切り行為と捉えても何らおかしいことではありません。本当の敵は味方の中にいるということですね。さらに、アメリカのメンツを潰している行為でもあります。なぜなら、アメリカが主導して国連でまとめ上げたノースコリアへの制裁に違反している行為だからです。しかも、不正送金を行っていた当時の韓国の与党は共に民主党でした。当時の与党の中心人物が不正送金に関係していたとなれば、アメリカへの裏切り行為に他なりません。つまり、この事件は医師一人の問題ではなく、党にとってみても大打撃となる事件と言えるわけです。さらに、イ・ジェミョン氏の黒い噂はこれだけにとどまりません。彼はノースコリアに関係している企業や地下組織、工作員ともつながっているとされていて、そのような黒い人脈を通じて不正送金を繰り返していたと言われています。また、送金手段も隠蔽を図るためなのか、特殊な方法を用いていました。まず、韓国でとある人物にお金を両替させ、それを複数回に分けて直接ノースコリアに渡していたそうです。さらに、同国のスパイ組織やつながりの深い組織との関係も持っているそうで、それらの組織と連携して過去の大統領選挙で所属政党が有利になる支援活動を実施していた疑いまであります。もしも直近の大統領選挙で医師が勝利し大統領になっていたら、韓国はノースコリアに内部から侵略をされていた可能性があります。なぜなら、選挙活動の支援を受けたことが本当であれば、ノースコリアの意見を無下にできないからです。同国にすり寄った外交戦略を取るしかないということは、日本とアメリカとの関係を悪化させ、最終的には韓国の安全保障はボロボロになっていたでしょう。また、このようなノースコリアとの蜜月な関係は医師だけではありません。なんと、ムン前大統領も検察の捜査対象に上がっています。これは検察制度発展委員会の委員長がムン前大統領のスパイ疑惑に関して発言したことによって判明しました。もしもムン前大統領がノースコリアと深い関係があった事実があれば、これも韓国国内には衝撃が走ることでしょう。また、ムン氏は国家統計を改ざんしていたと疑われており、この件についても批判が巻き起こっています。このままの状況では、次回の大統領選挙でも共に民主党の惨敗は火を見るよりも明らかです。こんな状況を見ると、反日活動はしばらく行われないかもしれませんね。日本にとっては嬉しい知らせです。韓国は2024年4月に総選挙を予定しています。日本の自民党のように与党が盤石な政権基盤を持っているわけではなく、現在の与党国民の力は115議席で、最大野党の共に民主党が169議席と上回っています。この状況から、ユン大統領が安定した政権運営をするためには、総選挙で勝つしか道はありません。何としてでも勝ちたいユン大統領は、現在野党の代表であるイ氏とムン前大統領をどうにかして逮捕して刑務所に送りたいと思っているはずです。もしも彼らが逮捕されれば、国民の多くはユン政権への支持に回りますからね。こうした背景を考えれば、イ氏とムン前大統領の黒い噂をリークしているのは、もしかしたらユン政権に近い人物なのかもしれません。韓国経済は今、自国の経済が崩壊しかかっています。それを支援してもらうために、ユン政権は反日活動を控え、日本とアメリカに急速にすり寄り始めています。まあ、韓国お得意の、普段は反日、
困った時はごますり戦略ですね。日本としてはこっちみんなと思う反面、文前大統領の頃のように反日キャンペーンを大々的にやられるよりはマシなのかもしれません。今後ユン大統領が国民の声をまとめ上げ、反日の政党である共に民主党の力を削ぐことができれば、一定期間韓国も反日ではなくなるでしょう。また韓国に何かしらの動きがあるとすれば、総選挙前の2024年の3月までにあるはずです。あと約半年の間に韓国国内では様々な政党同士の争いが見られるでしょう。遠くから見守っていきたいですね。さてここで今回の話題に寄せられた韓国と日本のコメントを一部ですがご紹介します。共に民主党のことは好きだけど、イ・ジェミョン氏のハンガーストライキは恥ずかしいね。あれではただの健康のための接触と変わらないよ。そんなんで訴えても何も響かないぞ。日本の汚染水に反対することには賛成。でも反対をし始めたのが汚染水を放出し始めてからというのが情けなさすぎるわ。もっと前からちゃんと抗議する機会はいくらでもあったでしょう。ユン大統領もイ・ジェミョン氏も全く信用できないわ。韓国にはもっとまともな政治家はいないのかな。ユン大統領がズバ抜けて良い大統領ってわけじゃないけれど、今の野党はあまりにもだらしなさすぎるよ。個人的にはムン・ジェン大統領の再登板を期待したいわ。裁判所が逮捕を許可しないのはなんでなのかな。元徴用工の判決についてもそうだけど、韓国では裁判所が正しく機能していないんじゃないか。逮捕拘束ができなくとも起訴することはできるはずだよ。証拠を隠滅するならすでにやっていると思うから、もはや拘束する意味がないと判断しているってことなのかな。検察としては今後も含めて罪状に対してどれだけ確固たる証拠を集められるかが勝負だね。こんなヤバい人が次期大統領候補だなんて、韓国と付き合うのはリスクが大きすぎるんじゃない。もしも政権が変わったらまた強烈な反日キャンペーンが始まるんだから。そもそもこのような黒い噂が持ち上がり、逮捕一歩手前まで行く時点で政治家としては失格です。にもかかわらず最大野党の代表を継続できているのは不思議な話です。もしもノースコリアへの不正送金問題が日本で起きていたら、国会を揺るがす事態に発展することは間違いないですし、野党の代表であれば即刻解任でしょう。限りなく黒に近い不正行為の疑惑が出た時点で代表は他の人に譲るのが普通です。また国内の問題だけでなく、国連決議に違反する重大な事件なわけですから、国の信用回復をする意味でもユン大統領はこの問題にしっかりと対処する必要があります。もし曖昧な対応なのであれば、日米からの支援は打ち切るべきでしょうね。いかがでしたか。今回は韓国の最大野党の代表における不正疑惑について紹介しました。反日活動を大々的に行い、国民からの支持を集めるような政党の代表ですから、裏で何をやっていても不思議ではないですよね。ただこうした黒い疑惑が明るみに出ることで、反日勢力の弱体化が図れるのはいいことです。北や中国に汚いお金が回るのは許せませんけどね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。